よ。今日は渋谷の稲荷小町さんでランチに来ています。あいにくの雨なんですけど、究極の親子丼食べれるということでテンションは上がってます。それでは早速中に行きましょう。稲荷小町さんは秋田の食材を使っている、こだわった郷土料理を出してくれてるっていうところで有名で、きりたんぽとか稲庭うどん、前ぶりあっこなど秋田の名物が勢ぞろいしていますね。なんといっても比内地鶏の卵をふんだんに使った究極の親子丼が食べれるっていうことで、早く来てくれないかなって感じでした。早速注文したいと思います。待ちに待った究極の親子丼がついに来ました。プレートになっていて、きんぴらとサラダと味噌汁とおしんこ、こちらが究極の親子丼です。それでは開けてみます。いい匂いですね。生卵が上に乗ってるんで、多分ほぐしながら食べる形になりますね。卵いっぱいで肉もゴロゴロ入っていて、よだれものです。それではいただきたいと思います。します。あ、プリッとしてますね。いただいてみます。もう甘いですからね、本当に濃厚な味がします。肉が柔らかいですね、本当に弾力があるっていうか、さすが放牧で育ってる感じのいい育て方しますね、肉は。ひない、やばい。やばい。ひないってどこのやつなん？秋田ですね。まあ、日本三大緑のうちの一つ。やっぱり三大どれなの？薩摩地鶏と名古屋コーチンとひない地鶏。最後の食事になってしまいました。わかりほしいですね。いただきます。肉の弾力があって、本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。今日は究極の親子丼を食べまして、本当に究極な味がしましたね。では、次回に乞うご期待を。ドン！